ケイヤです。こんにちは、オーシャンドギハラ塾店太田です。スタイリストです。太田さんのセルフスタイリングのやり方見たいですっていうのをね、お声いただいているので、もうやっちゃうと今日、まあ、長さ的には結構このぐらいですね。長めなんですね、今すかなんかちょっと毛も切れちゃって、割と長め、前髪はこう目にかかるぐらい、襟足はちょっと見えるぐらい、耳もちょっとかぶるぐらいな感じですね。やります。ナックアールを使って細かくで、基本的にもう僕波打ちで入れてます。無造作の動きが欲しいので、でこっからクイックイックイッ、顔周りは割と最後内で終わるようにしてます。そう、顔なんだろう、小顔効果見せたいんで、ここクイッとね内に入れて、まあ、顔にこう内に入る毛がやってます。顔周りは基本的に内です。はい、次上クイッ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 ク、次外、まあ内で終わったら次は外でしょみたいな、より動きが出るので、それでね、もう本当に全部波打ち。ここ耳の上、ここはね、まあ外でちょっとで散らしちゃう。で外羽を入れてちょっと散らしてあげないと、すごいまとまった外羽になっちゃうんで、全体と馴染みがね悪くなっちゃいます。だからこの全体の波打ちと合わせるように外羽で散らしちゃう。であとは全部外羽、あの波打ちで、で襟足、ここも外羽、僕波打ちちょっと入れれないんで、外羽をこう散らしちゃう。はい、落ちてきました。であんまりなんか、なんだろう、くっきり波打ちは入れないです。くっきり波打ちじゃないで、次もこっち取って、クイ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 、こっち顔にちょっとこう顔に方に抜く感じで、小顔効果。全部で耳上、外羽散らす、襟足も外羽散らす。はい、次真ん中、ここ重要っすね。前髪のめっちゃギリギリ、なんか全体は波打ちで動いてるのに、前髪だけすげえさらっとなんか流れてたらおかしいんで、でも割れちゃうんで薄くっすね。で上からかぶってる毛があるんで、ここは割れないっす。ここは割れないんで、ここは割れていいっす。前髪割れていいっす。でここ、まあ、ここはもうなんだろう、なんか説明しづらいんですけど、全体と質感を合わせるために、ここは縦スパで、縦スパで、その上、その上はまた波打ち、外羽で終わり。外羽で入れてあげる、最後外羽で入れてあげると散らばるんで、より動きが出ます。この辺に関しては別に外で終わるか内に終わろうが、まあそんな重要ではないです。でどん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 上に行って、波打ちをオンパレード、波打ちのオンパレードをね、ここで一回挟みますね。で上まで、最後ここ最後よ、ここ最後、もうとりあえず全部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 全然全部全体にアイロン入れてもこんな感じですよ。なんか別にそんな羽が入っているとか動きがめっちゃあるとかじゃない、まあ、全体的に馴染んでるぐらいの感じです。後ろね、つむじがあって、一番上も
波打ち。しっかりね、肩甲骨柔らかくしてね、グイッとね、後ろにやらないとね、後ろできないからね。まあ見えないから、難しいですよ。僕は難しいよ。1、2、3、1、2、3、全部。じゃあ見えたっしょ。もう雑雑、もう雑で。まあこんな感じで大雑把なんでね、ですけど、まあ一通り全部アイロン入っちゃえばいいんで、こんな感じですね。あんまりあとはついてないです。これがいい味出してくれる。さあ今日使うのはこいつですね。シャインヨーバー、ちょっとツヤを出したいな。シャインヨーバーを使いたいと思います。で、まあ量はパサパサやからこんぐらい、こんぐらいよね。うわ、ズボンについた。しっかり馴染ませますね、手のひらで。君の手のひらが俺に僕の心を背負ってしてで、もう全体にね、もう全体、もう後ろからでもいい、横からでもいい、前でもいい、同じ量をね、つけてあげればいいです。で、毛先からね、毛先だよ。もうこういうとこもこういうとこ、こういうとこも全部、こっちもこういうとこなんかついてない、なんか全体ツヤ出て動いてるのに、なんかもみあげさらっとしてるとかもありえん。しっかりもみ込んでね、しっかりもみ込んでください。もう襟足も襟足も全部なんかシャンプーしてるみたいな感じで、気持ちいいわ。ああ気持ちいいわ、シャンプー気持ちいいな朝から。ああ気持ちいい、シャンプー気持ちいいなっていうぐらいまでつけて、で残ったワックスで前髪、毛先こう下からこう握る、つけちゃった、根元つけちゃった、根元からまとまっちゃって、それがね割れちゃう原因になっちゃうんで、それは本当にやめてください。毛先もしっかり揉み込んで動きをね出します。あーこれいいよ。であとはつむじからこう放射線状にこうちょっと散らしながらね動きを出して、うわもういい動き見て、好きでしょ皆さん。であとはもうなんかまとまった毛たちをこうほぐしながらより動きをね出してあげる。こう裂いたらこっちの毛はこっちに、こっちの毛はこっちにみたいな。うん、こんな感じですね。あんまりまあなんか作ってるけど作ってない、こんな感じです。僕全体に波打ちを入れてワックスで揉み込む、ね、波打ちあんまりしっかり入れませんでした。どうでしょう皆様、本当になんかもうぐちゃぐちゃにしてるって感じ、ね、
ぐちゃぐちゃで作りすぎてね、丸いシルエットですよ。こんな感じで、どうですか。まあ割と長さは長い方がいいかもしれないですね、波打ちが入るように。なんかこういうあんまりなんか作りすぎてないスタイルが最近人気なので、どうですか皆様、やってみてください。やってみてくださいね。さよなら。それでは僕のセルフスタイリングでした。インスタやツイッターもやってるので、まあ、ぜひフォローしていただいて、まあ、DM なんか相談などがあれば送っていただければ、できる範囲で返しますので、よろしくお願いします。で、予約などもインスタや、紹介文の下からできますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。